八戸市役所健康増進課の保健師で西塚と申します。世界自殺予防デーは WHO が定めた日で、自殺は深刻な、しかし予防可能な公衆衛生の問題と言っていますので、この日にちなんで日本では9月10日から1週間を自殺予防週間として設定して啓発活動に力を入れています。9月10日には世界自殺予防デーということで、普段講演会とか情報を聞く機会のない若い世代も広く普及するために、買い物に来た方へ街頭で、ポケットティッシュとパンフレット一緒に配ってお知らせしています。3月は、1ヶ月の間、自殺対策強化月間ということで、市役所の壁の方に垂れ幕をかけて PR するほかに、イカズキンズを使ってのポスターを作って公民館とか、市民サービスセンターの方に、貼るような形で予定を組んでいます。うつ病などの心の病気になってしまった時、周囲の人の支えが大切です。まず気づいていただいて、相談先へつなげて見守る。自殺を個人の問題として捉えるのではなくて、社会全体で取り組んでいきたいと考えています。市役所健康増進課では保健師による面接の相談だとか電話による相談を受けていますので、もしよかったらご利用になっていただきたいです。市民の皆様のご理解をよろしくお願いいたします。